試合 GSC ジュニアヘビー級選手権、王者鈴木軍金丸義信対挑戦者石森泰治。石森さん、はい、前回のタイトルマッチから1ヶ月経っていない中でのリターンマッチ、今どんなお気持ちですか？まあそうですね、まあ、結果としてはちょっと負けてベルトを落としてしまったので、はい、とりあえず取り戻すことだけを、はい、意識して今日の試合に臨みたいと思います。2月24日のあの後楽園、やりせない気持ちがいっぱいだった、そんな試合だったと思いますけれども、振り返るとどんな試合だったというふうに石森選手は受け止めてらっしゃいますか？まあまんまと向こうの戦略にはまってしまったなっていうのが一つと、あとは、まあ、自分自身がちょっと、勝ちにこだわってたかなっていうのが、改めて感じましたね。鈴木軍から太一選手から取り戻したベルトを再び鈴木軍の手に渡してしまったというあたりはどうですか？いや、ものすごく責任を感じてますし、だからこそこの、ね、早くリターンマッチを組んでもらったんで、このチャンスをものにしたいと思います。この時間がない中でのリターンマッチ、今日はどういった展開に石森選手としては持っていきたいというふうに思っていますか？まあ多分向こうはね、セコンドを使ってくると思うんで、まあ、全員相手にして、で全員を倒して、最終的には自分が金丸を倒す、それをそういう形で持っていきたいなと思います。改めて伺いますが、石森さんにとって金丸義信という選手はどんなレスラーでしょうか？まあ、どんなって言ったら、まあ、あんま一言では表せないんですけど、はい、ただ俺にとっちゃ裏切り者なんで、はい、なんでそれをリング上で落とし前をつけたいと思います。一度はこのノアを去った選手が再び戻ってきて、鈴木軍という形でベルトを奪いました。そのあたりに忸怩たる思い、悔しい思いというのはあるんじゃないですか？いや、本当そうですね。それだけですね。その間守り続けてきた、このノアを支え続けてきた人間としての誇りというのはいかがでしょう？誇りというよりもね、のこのこ戻ってきて、ああやってふらふらとね、なんか空気に溶け込んでるのが許せないんで、はい、その辺をしっかり今日の試合で、はい、見せたいと思います。今日の後楽園、たくさんのノアファンが石森さんがもう一度あの青いベルトを巻く瞬間を待ってると思います。そうですね、その期待に応えられるように今日は頑張りたいと思います。素晴らしい試合期待してます。ありがとうございます。金丸さん、ベルトを奪ってから1ヶ月経たないうちにリターンマッチのタイトルマッチです。今どんなお気持ちですか？まあどんな気持ちも、まあ、何でやっても一緒だしね。まあ、あいつ頭の中、まあ、空回りして、まあ頭の使い方勘違いしてるようだから、また改めてその頭の使い方というのを今日教えてやるよ。最多体感記録を7に伸ばしました。改めてそのジュニアのベルトというのは金丸さんにとってどんな存在ですか？いや、別にもうやりたいようにやってるだけだから、まあ今までのことはもう何も関係ないからね。まあこれからは新しくいろんな戦いをしていくよ。これまで数々の激闘の歴史が詰まっていると思いますが、それはあまり関係ない？いや、もちろん、まあ今日の試合見れば全てがわかるよ。石森選手は前回のようなセコンドの介入があった場合、全員を倒すというふうに言っていましたが、そのあたりどうでしょうか？ああ、まあどうぞどうぞと、別に好きなようにやってくれと。まあこっちはね、4対1もしくは10対1になるかもしれないからな。10対1？ まあ今日の試合見てればわかるでしょう。金丸さん、改めて聞かせてください。このノアのリングに戻ってきてベルトを取って、今後金丸さんはどういった未来を作っていこうというふうに思ってるんですか？いや、もう見てればわかるでしょ。ああ、それだけだよ。それでは今日の試合期待してます。
針を元に戻してはならない。一度は鈴木軍太一から奪い返したベルトが再び鈴木軍の元へ戻っていってしまいました。責任を感じている、そう語った挑戦者の石森太一。今日は相手が何人で来ようとセコンドも全員倒す、そう緊張感、そして闘志に燃えた目で前を見据えました。挑戦者石森太一の入場です。 GHC ジュニアヘビー級選手権第31代優勝者、初めての防衛戦、金丸義信からベルトを取り戻すことができるか、いや鈴木軍から再びベルトを取り戻すことができるでしょうか。2006年 4.23 武道館でノア初参戦し GHC ジュニアヘビーに挑戦したあの日から、石森太一はノアのジュニアを支えるべく今日まで戦ってきました。相手は一度このノアを離れた金丸、その金丸からノアを守ってきたプライドがベルトを取り戻します。挑戦者石森太一、気合十分、鈴木軍からノアにベルトを取り戻せ。ジュニア最強を表すこの GHC ジュニアヘビー級のベルトが産声を上げたのは2001年6月24日名古屋でした。そのベルトを初めて巻いた男がノアを離れ再びノアに戻り、そのベルトを今一度腰に巻いている第31代王者、いやそのベルトは腰にはない、右手にある。ノアから離れノアに戻った今、歓声もブーイングもない中、この緑のマットに立ちました第31代王者、金丸義信です。今、王者金丸から一度ベルトが戻されました。そしてセコンドの高道の句が金丸に何か耳打ちをした、不穏な動きが早くも予感されます。この GHC ジュニアヘビー級選手権です。この試合の前では GHC ジュニアタッグ、ノア同士の戦いによってベルトが移動しました。このシングル、ノアジュニアのシングルでは果たしてノアの元に鈴木軍からベルトが戻ってくるか。今ゴングを聞きました。第31代王者、画面左金丸義信対挑戦者、画面右石森太一。静かな後楽園ホールで今ファーストコンタクト、押していったのは挑戦者、黄色いユニフォーム石森太一。右足をかけて足を捉えていくのは現王者の金丸義信。一度目の防衛戦です。金丸にとってはこの青のベルトを7回巻いたという GHC ジュニアヘビー級史上最多記録となります。クリーンにブレイクして、さあ今一度リングの中央、石森の腕を取っていく金丸、取り返したのは石森。バックを取って体を変え、ヘッドロック、動きを止めて静かな立ち上がりとなりました。このタイトルマッチです。倒していきます。体重では10キロ重い金丸義信、動きが速くなってきた。飛び越える石森、動きをよく見て金丸のラリアット1回転、しかしこの足を捉えた、ホイップするか、いや金丸がそのまま突き飛ばされていく。打点の高いドロップキック、場外の金丸に、さあ石森狙っていきます。これはかわした、よく見ていた石森太一、2人に距離ができました。解説の佐久間さん、はい、予想通りのレベルの高い戦いですね。そうですね、まあ、石森としてはね、こう金丸のリズムをいかに崩していけるかというのが一つ鍵になりますし、はい、金丸はもう本当にね、7回の GH ジュニア体感ということからも分かる通りタイトルマッチ慣れをしているのでね、まあ、ちょっとやそっとじゃこう揺らがないだろうなという予想も立ちますよね。実はこの両者のタイトルマッチ、先月 2.24 ここ後楽園で金丸が挑戦者、石森が王者です。
今戻ってきた。しかし石森が敗れて鈴木軍にベルト流出。しかし佐久間さん、その試合というのは、はい、鈴木軍のセコンドの介入がありましたね。そうですね、まあ、戦前から、ね、4対1で戦うという宣言通りの4対1でベルトを奪い取ったという形でしたからね、はい、うん、まあ、石森も、ね、今回もそのあたりは想定しながらの戦いになると思いますので、まあ、前回と同じようにはならないとは思いますけどね。石森はセコンドの介入があれば全員倒すと言っていますが、現在はセコンドは高道の一人という現状です。ああ今金丸がレフェリーを使ってくる。佐久間さん、こういったあたり、ああそしてそうです、ね、高道の区が石森にエルボを放っていました。足がちょっと引っかかりましたね、はい、石森。ああそして今場外椅子を使って高道の区、いや試合始まってまだ 2,3 分というところですが、そうですね、はい、まずこうリズムを先手を取りに来たという形ですよね。まあ、これ勝負に直結することはないと思いますけど、やっぱこうしてね、こう石森の序盤からリズムを崩していくというやり方ですよね。金丸はレフェリーを捉えています。金丸がこの鈴木軍のセコンド高道の子を使って石森にダメージを与えていくという序盤です。石森太一としては太一から奪ったその鈴木軍から取り戻したベルトが鈴木軍に行ってしまった、責任を感じていると言っている。さあギロチン勝った。この金丸由伸の、まあ、おなじみのムーブですね、はい。まあ、やっぱ動き自体は、ね、金丸やはりいいですよね、はい、金丸由伸は2012年の12月ノアを退団しました。13年には全日本プロレスを主戦場にしましたが、2015年全日本プロレスを退団しまして、今年の1月31日横浜大会で鈴木軍入りを発表しました。ノアファンとしては佐久間さん、はい、驚きを隠せないニュースとなりました。そうですよね、やっぱね久しぶりにこうリングに帰ってきた時は歓声で迎えられてたわけですよね、それが一瞬にしてね、こうヒールサイド、まあ、鈴木軍サイドに狙えてしまったということで、まあ、ファンとしてはね、こうなんともやりきれない思いは大きいでしょうね。戦いの舞台は現在場外に移されていますが、金丸は金と力が欲しいというふうに公言しています。さあこの金丸なんですけれども、佐久間さんの目からご覧になって、はい、ノアを一度離れてから何かファイトスタイルというのは変わったように見えますか。いや、まあ、それほどね、やっぱ元々試合運びうまいので大きな変化というのは感じられないんですけど、ただやっぱ今までね、ノア内で戦ってたりと違う相手と全日本の時には戦ったわけですから、はい、それによってね、より経験値を積み重ねて、うまさにさらに磨きがかかったなという印象はありますよね。なるほど。場外カウントが15まで来ました。石森は戻ってくる。やはりこの石森も金丸はノアにいた頃よりも少し違う戦い方をする、そんなことを言っていました。なるほど。やっぱり対戦相手が違うということでね、それだけ経験値を積んだというのはあると思うんですよ、はい。まあ、一方の石森の方もですよね、ノアジュニア、金丸ほかね、青木、鈴木、小太郎と抜けた後を支えてきたという部分でね、連続柔道防衛の時にいろんな相手と戦いましたし、まあ、経験値積んだという部分ではね、再開するまでの間で石森も決して負けてないですから、まあ、そのあたりの上積みをね、見せたい試合ですよね。あっという間に5分試合時間が経過しました。話にもありましたが、この GH ジュニアヘビー最多防衛記録は石森太一の10回、そして最多体幹記録は金丸の7回ということで、それぞれ記録を持った、そうですね、チャンピオンと挑戦者ですね。まさにね、このベルトの歴史を持つ2人の対戦ですから、はい、まあ本当に、ね、ちょっと高道の介入が今ありましたけどね、正々堂々の勝負を期待したいところなんですよね。またその戦いの舞台が場外に移って DDT、この金丸の DDT 非常にキレがあります、はい。さあそしてあっと今放送席の横の椅子を取り出した、椅子を取り出してこの辺りのラファイト、まあ、インサイドワークはもともと非常に、ま、巧みな選手ではありましたが、はい、こういったところさらにラフさに磨きがかかっています。そうですね、迷いがなくなっている部分もありますよね。それだけにね、こう厄介ですよね。レフェリーのブラインドをついて仕掛けるという動きはもうこれは昔から得意でしたけど、そこに対して、ね、空気を入れることにも迷いが一切ないですから、はい、戦う側としては非常にやりづらいですよね。ノア勢石森としては非常にやりづらい、まあ、石森自身もそう語っています。場外でダメージを与えてリングに戻ってくる、このリズムの作り方、今カバーに入ります。膝を喉のあたりに置いてというカバーになりました。今セコンド高道抜く一人ですけど、はい、他にもね、鈴木軍ジュニア、タイチ、エルデスペラードといますので、ここが、ね、いないというのも逆に不気味な部分で、どこから入ってくるのか読めないというところもありますから、これは、まあ、ノアのセコンド、今北宮と熊野がいますけど、はい、対処していくという部分でもね、こう大事になってきますよね。首4の字、金丸に戦前話を聞きますと4対1、いや今日は
10対1になるかもしれないと何か不穏な発言をしていました。そうですね、はい、もうジュニアだけじゃなく総出でみたいなね匂わせ方でしたからね。ルビオンの字で石森のダメージを奪っていく、まあ、スピードとそして高さのあるファイトをする石森にとってこの攻撃というのはいかがですか。やっぱりスタミナを徐々に取っていきたいというところでしょうね。石森に勝負仕掛けるときには本当にこう一気にいきますから、はい、そのね流れを寸断していく種まきといったらあれかもしれないですけど、金丸はね勝利のためというよりはこれ今はねこう守りのための積み立てみたいなね形の攻め方をしてますよね。さあエルボーで反撃をしていこうというところですが、金丸が膝そしてエルボーを上から落としていきます。ここまではなかなか石森が、まあ、自身のファイトスタイルというのを見せていられないということですね。そうですね、まあ、やっぱりある程度でも金丸がペースを握るであろうということは予想できましたからね。ここで流れを変えたいところ、ね、こう流れの悪い時にいかに短い時間で切り替えていけるかというのは石森にとってはこれ大事になりますね、はい、ただまあシングルマッチですとその流れというのが重要になってきますが、鈴木軍のセコンドがどのタイミングで入ってくるのか、そこにも注意しなくてはいけません。そうですね、やっぱり非常に今高見千乃いますけどいいタイミングで入ってきますからね、はい、現在画面の右にいるのが金丸の近くにいるのが高見千乃です。さあニュートラルコーナーを一回転レフトサイド肩を当てていく石森、そしてスワンダイブで小さなキック、後楽園ホールから大きな拍手が送られます。距離ができました、場外に金丸、さあ石森どうするか、おこれは飛ばないようにとレフェリーが制止をしました。金丸の横に高見千乃がいる、場外カウントが数えられます。石森がその死角をついて、おー、トップロープを越えていった。今ねレフェリーが前にいましたから金丸と高見千乃はちょっと予測ができてなかったかもしれないですよね。見えなかった、はい、石森うまくそこを使っていきましたね。石森はその柵の向こうにまで飛ぶという飛距離を見せました。ただこの石森自体にも非常にリスクがある技でしたね。そうですよね、はい、そのまま戻って石森は大丈夫でしょうか、まあ、腰にダメージはあるようですが、あ今気合い一閃おたけびを上げました。対する金丸はどうでしょうか。金丸もねやっぱちょっと見えないところから石森が飛んできた感じですからこれはダメージあるでしょうね、はい、まあ、もちろん金丸はこれまで7度の体感、初代、第5代、9代、14代、19代、24代、そして現在の31代ということで様々なジュニアの選手と戦ってきましたが、今日はこのノア勢を代表する石森大志とタイトルマッチ1度目の防衛戦、膝が飛んできました。至近距離から膝、ここで石森のペースに少し変わってきました。構えに来ます、カウント2つ。金丸が非常に苦しい表情を見せるようになりました、はい、試合時間10分経過です。そうですね、まあ、ただ金丸はやっぱり受けの強い選手ですから、はい、ちょっとやそっとじゃねいけないですからね、やっぱあまり攻め急がないというのが石森は大事になるでしょうね。現在はまあ攻撃を畳みかけている石森ですが、さあここから飛んでいく膝、こういったところですね。そうですね、やっぱり少しずつこうダメージを与えていくしかないんですよね。本気強く金丸のね気力スタミナを奪っていくっていうのが石森は大事ですよね。先月およそ3年半ぶりの王座体感となりましたこの金丸、先ほどもご紹介しましたエルボー合戦になった、まあ、初代から7回にわたって体感しているということは佐久間さん、それだけ第一線に居続けた、はい、ということですね。そうですよね、ベルトができたのも2001年ですからもう15年ですよ、はい、15年この、ね、ベルトの先生にいるということですから、これはすごいことですよね。ドラゴンスクリュー現在39歳になりました金丸義和、そしてロックスレーここで一気に足腰に行きましたね、はい、このペースの耐え方もやはり大変ですよね。ここで石森の素早い動きを封じていこうという金丸義和です。あとはねこうちょっと攻められている時間があったので自身のスタミナ回復という部分でもねグラウンドで呼吸を整えながら攻めることができますからね、これも計算されてますよね。39歳、今年の7月6日でデビュー20年になります金丸です。対する石森ですが33歳のキャリア14年、まあ、メキシコでそのキャリアを積み重ねてきましたがまだ金丸の方がキャリアが長い、はい、ノアのジュニアの重鎮とまで言われましたこの金丸義信、一度はノアを離れそして再びこのノアマットを戦いの場に選びました。しかしその先というのが鈴木軍、
4対1で戦うことに躊躇もしません。今サードロープに手が届きました石森大志。前回のタイトルマッチの後に金丸は4対1も正々堂々、これもシングルマッチの戦い方というコメントを残しています。まあね、実際こう反則を取られないのであればね、それは正当化されるわけですから、はい、まあ石森としては納得いかないでしょうし、金丸これだけのベルト記録を持っているチャンピオンですからね。2010年の3月にはおっと返していく、膝を徹底的に攻めていくという金丸。2010年の 3.28 横浜では GHC ジュニアのベルト、この石森が金丸に挑戦をして金丸が挑戦を退けるという試合もありました。やっと動きを止めた。これは強烈でしたね。ね、金丸ラリアットを受けるとき体を、ね、こう翻してダメージを軽減するような受け方もするんですけど、はい、今はちょっとそれをできないでまともに受けた感じでしたよね。まさにその場に倒れ込むという、あ、今高道のこの介入を退けました。石森今セコンドに排除しろと指示してますよね。石森一本出ると言わんばかりの石森大志。さあ高道のこは排除した。はい、チャンスが来ますよ。デスペラードはどうか。ここで石森が抱え上げて落としていく。さあここからスーパースタイルもですね、早くもう450スプラッシュにつなぎたいですよね、はい、さあそして今ニュートラルコーナー450スプラッシュに、さあ完璧な状態で決まった。おっとカウント3つにはいきません。いい仕掛けだったんですけど、ああさすが金丸しぶといですよね。はい、しかし確実にその金丸のストマックにはダメージがたまりました。次の一手ですね。そうですね、はい、続けたいですね。ただ先ほどからのダメージが石森にもたまっています。現在が痛そうですよね。そうですね。あ、小倉君からは石森コール。金丸を起こしてここでウルボー合戦になりました。おっと、サッカー気に落としていく、高さを出しました。今も落ちた後やっぱり石森ちょっと膝を気にしてましたよね。そのあたり金丸の膝への攻撃が功を奏していると。そうですね。試合巧者の金丸立ち上がった。バックを取ってジャーマン、これはいけない。近鉄攻撃がかわした。足を取って戻ってきた。ソフト部を捉えました。さあ石森が落ちていく。膝、これは金丸のストマックのあたりですね。そうですね、効いてますよね。はい、仕掛けを早くしたいところですよね。試合時間はあっという間に15分を経過しました。鈴木軍のセコンドは今まだ姿が見えません。今のうちですね、石森にとっては。そうですね、鈴木軍にベルトが流出したこと。相手背中に落としていった。責任を感じているといった。さあ、お、ほぼに行きません。森さん、太一来ました。太一が来ましたよ。太一が来た、太一が来た、太一が今その対角線にいる。金丸かわしてレフェリーを使った。さあ太一が後ろにいる。石森はまだ気づいていないが、目の前、お、石森対応しました。お、2回転、大ビビキですね。さあここで中道の句、さらには太一をも退けた。丸め込んでいく、スモールバックホールド、なんとか返しました。2人を退けました。全員を倒す、語っていた石森太一、カバーに行く。さまざまな形でその金丸の肩をマットにつけていきます。さあどうだ。佐久間さん、この波状攻撃素晴らしいですね。いいですね、やっぱ金丸しぶといですね。セコンドは全員退ける。前回は4対1でやられてしまった石森大志、今回は頭をきっちり使っていく、そんなことも話していた。ハイキックで迎撃、旋回式 DDT。 金丸にはこれがありました。いい攻撃でしたね。はい、まあ、飛びつき式の DDT、 ディープインパクトなども持っていますが、はい、この金丸の DDT というのは流れを変えます。そうですね、今のはいいタイミングで決めてきましたよね。はい、流れをつかみかけた石森でしたが、ここで金丸の DDT、
場内からは石森コール。3年半前、金丸は当時ノアでした。当時全日本の近藤修司にベルトが流出した際、それをノアに取り戻したのが石森でした。ベルトをめぐる2人の物語が今日後楽園で交差します。先月のリマッチ、くらついたが、あと返された、返された。そしてこの状態からあと逆ですね。そうですね、掟破り。金丸由伸、この辺り自分の技にしてしまいました。食らってすぐに物にする、このポジション的には危険ですね。キャリアは今年で20年になる GHC ジュニアヘビー、最多記録の7度体感の石金丸由伸。ですね、ディープインパクト、完璧な形、あと返した、石森返しました。先月の試合ではこの後タッチアウトで沈められたが、さあ石森、今回もタッチアウト、金丸のカバー3つ入ってしまいました。リベンジならず、金丸由伸1度目の防衛に成功。そして静まり返る後楽園です。佐久間さん、はい、やはり最後は金丸由伸、はい、いや勝負どころの仕掛けというね、こうピンチの時の耐える強さ、金丸やはりしぶとい王者だなという印象ですね。今太一がベルトを奪って石森太一をどかそうとしています。今回は太一と高道徳のセコンドの返しがありました。このあたりいかがですか。まあ、やっぱりでもね、勝負どころに関してはやっぱ石森の攻撃を金丸がしっかりしのいでフィニッシュに持っていったという部分では、まあ、今回のリベンジマッチで石森負けを認めざるを得ないでしょうね、はい。まあ、今太一がベルトを落として、それに対して金丸が高槻を使った。今小峠と、あ、慶応と大原もいますよ。あ、慶応大原、先ほどタッグを戦ったジュニアタッグの4人がリング上に来ました。金丸由伸のジュニアシングルのベルトに対し、今先ほどジュニアタッグを戦ったばかりの原田、小峠、慶応、大原、その4人が、まあ、ベルトに対する侮辱に対して、はい、怒りをあらわにしていると。そうですね。マイクです。おい、なんだおい、お前ら、おい、何しに来た、何次やらせろ、じゃあお前らで勝手に決めろよな。なんならチーム同士やればいいんじゃないか。お前らやるよ、ほら、金丸はノア勢の4人で挑戦者決定をしろと、まあ、さらに場内からは太一もその候補に挙げろというような声も飛んでいますが、さあこれは次期挑戦者をこの4人で決めろということですね。そうですね、金丸としてはね、そういうアピールでしたよね、はい。お前ら2人同士で対戦して決めろ、出てやってやるよ、お前らやれ。そんなお前ら好きに決めろよ、ルールを作るのは俺だと言わんばかりに、うん、あ、どんどん降りろ降りろ、お前ら降りろな、お前ら二人やって、そっちも二人分かったら降りろ、ほら降りろ降りろ降りろ、ほら、なんだお前、おい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 、その元気試合でもっと出した方がよかったな。そしたらお前今日勝てたよ、はい、残念、はい、降りて。金丸が提案をしたのは原田、小峠で戦う、はい、そして大原、慶応で戦う、はい、次期挑戦者を決める。そうですね、その中で勝者になった人間がということですね。うん、それに対して4人は、まあ、従わざるを得ないですよね、はい、まさにゲームメーカー、ルールメーカーの鈴木軍、金丸由伸が最多7度目の体感、
このベルト防衛に成功しました。これまでの過去の歴史に興味はない、このベルトを今後作っていく歴史、ちょっと見ておけと語っていた金丸、さらに波乱がありそうです。まあなんか主語がないから言ってる意味がよくわかんねえんだけど、まあとりあえず俺ら戦って挑戦者決めろってことやろうから、まあ石森さんが負けて黙ってるわけにはいかないし、おい金丸待てよ、おい、あ、なんだお前この野郎、俺たちで一人決めたらええやな、勝手にやれ、勝手にやれ、お前ジャンケンでも何でも勝手に決めてこい、そばベルトも俺たちが奪うから、持ってけよ、教えてけよ、ありがとうございますって言ってよ、欲しかったんだ俺、お前何やねん、俺のお前指示あんじゃねえか、お前ら誰も期待してねえんだよ、お前から絶対取り返したでしょ、そういう逆の指示もらえよな、俺の方が期待されてんぞバカ、終わってんだよ、カニマル太一か、全然客の指示ねえじゃん、太一コールありましたね、そうだろ、だ結局あいつらが言ったって無駄なの分かってんだ、客だってよな、俺とノブがやった方がいい試合の分かってんだよ、けどよそんなこんなよくだらねえとこでよ、俺とノブのすげえ最高の試合は見せることはできねえな、まだまだ、まあ、あいつら4人誰でも、なんなら端から1人ずつ、ああやってやるよ、十分だよ、はあ、セコンドの介入、金丸さん必要ですか、セコンド誰今日誰が入ってきた、入ってないでしょ、介入者見えてないもん、レフリーも見てないし、誰か介入しましたって認めたの、レフリーはどっちを、マーク手を挙げたんだ、手元にベルトがあるから認めてるっていうことだろう、うん、あ何したんだ、何だろう、出すな、以上だ、ああ雑魚同士やってこい、決めてこい、また悔しいもんさせてやれよ、僕ら